和佐駅は長崎県南島原市和佐町水下津にあった島原鉄道島原鉄道線の駅である道線の終着駅であった駅前には小さな広場がある駅舎の反対側は海岸に通じており下記には海水浴場となる諫早方面行きのバス停は道路に面したところにある以前は県営バスも運行されていたにもかかわらず 島原鉄道バスの時刻しか掲載されていなかった。しかし、2007年3月末限りで、県営バスは、島原半島から撤退した。諫早方面のバスは、旧県営バスの便を、島原鉄道バスが代替する形にはならなかったため、従来より便数が減少した。営業最終年度である2007年度の、年間乗車人員は24,549人。 校舎人員は2万1933人であった。当駅は車両留置機能のみで、給油や研修のための設備はなかったが、1993年4月から1997年3月まで、運前不元竹の噴火、土石流災害により、島原外交不江間が、普通、休止となっていた期間は、普通区間の南側で運行する車両の給油、 研修が当駅構内で行われた。給油にはタンクローリーが用いられたほか、駅構内にもドラム缶を利用した仮設設備を設け、全般検査時期を迎えた車両については、クレーン車で車体を上げて、台車やエンジン等を取り外し、南島原の車両基地へ陸送して整備することで対応した。仕業検査、ガツ検査や全般検査時の車体関係の整備は当駅構内で、 行われたが、ピットや点検台もなく、困難を伴う中での作業となった。駅構内と隣接するバンガロー村駅に隣接した海水浴場に鉄道車両を並べバンガローとして使用していた。ディーゼル化により、余剰になった明治時代の古典客車や客車化された元ガソリンカー、旧海軍川田名交渉で使用されたとされる客車などを利用し、 大部分はレールの上に据え付けられ入り口にしご段がかけられていた。ダイヤ改正のお知らせ第56番、長崎統計年間長崎県。ありがとうございます。